意外にって言ったらすごい失礼になるんですけど、なんか結構急ピッチで写真集、まあ、僕はこれをフォトブックと呼びたいんですけども、このフォトブックを作ることになって、そこから結構急ピッチで準備してきてもらって、なんか出だし、うわ、知らない人だらけで大丈夫かなってやっぱ思ったんですけど、それがなんかすごいスムーズに撮影が進んでて、しかもなんかまあ写真を見返して、そのチェックさせてもらったりしてるんですけど、なんか今までにない大人な自分だったり、まあ今までの自分だったりっていうのすごい新しいものができるんじゃないかなと思っております。フォトブック撮るってなって、ハリネズミカフェに行きますって言われて、なんでって思ったんです、まず。なんでハリネズミカフェなんだろうって思ったんですけど、行ってみたらめちゃめちゃ可愛くて、ハリネズミも、ショウガラムも、あと、袋、ちっこい袋も全部可愛かったんですけど、まあ、最後頭にこう乗っけてもらったりして、それが多分残りすぎて、帰って、まあ、昨日なんですけど、帰って寝て、夢見たんですよ。ずっとそのショウガラムに頭をほじくられてる夢と、あとなんかゴリラの夢見て、すっごい多分それが俺の中に残ってるんだなっていうイメージです。アンティークショップがめちゃめちゃおしゃれで、その衣装の感じもめちゃめちゃ好みというか、なんか30代の写真が撮れたんじゃないかなと思います。はい、いやー、あれ好きですけど、家具とかの方は好きです。でもなんかああいうアンティークの小物とか、そういうクリスマスのグッズ、なんて言うんだろう、装飾品とかっていうのはなかなか見れないんで、家具がね、おしゃれってことです。帰ってみて、俺多分結構好きなんだなって思いました。ああいうことやるのが。なんかなんて言うんだろう、花束、まあ、選んで、何かを選んでこう形にしていくっていう作業が、なんかもうちょっとこうすればよかったなって帰り道にめっちゃ思ったりしてて、でもなんか今回のテーマが、このフォトブックのテーマが、なんか四季とか、春、夏、秋、冬の季節感でなんか差を出していくとかっていうことだったから、まああの撮影自体は春のイメージの撮影だったけど、そのブーケはなんか僕のやってる作品とかになんか絡んだその四季のイメージの色を入れて作れたので、なんか満足してます。お母さんにありました。はい。はい、緑が年々好きになってきちゃって、なんか、服とかも、今までその、自分で買うものとか、まあ小物もそうですけど、緑を選ぶってことは全くなかったんですけど、むしろ緑はねえなって思ってたぐらいの、ですけど、やっぱ大人になったのか、またやってる作品の、なんかカラーが緑だったり、するのもあって、そのプレゼントとかでいただくものとか、その緑のトレーナーとかそういうのが増えてきたりもした影響なのかわかんないですけど、最近のなんて言うんだろう、自分のなんかラッキーカラーじゃないけど、カラーが緑なんで緑にして、あとはなんか大人っぽくまとめられるようにしようとしました。でもカメラが好きなんで、すごいあいつがなんかその舞台の公演でもホテル生活だったり最近はしてたんですけど、そこにもカメラを持ってきてて、その、ね、別にそのどっか遊びに行くわけじゃないから、なんか別にそんな遠出とかもしないし時間もないけど、カメラを持ってきて、そのふとした瞬間とかを結構みんなのところ撮ってて、でそれがなんかすごい楽しそうにしてたんですよっていうのがまず頭にあって、でほんとつい1ヶ月前ぐらいかな、休みの日があって、ティンともう一人と三人で横浜に普通に遊びに行って、その時にもうカメラぶら下げてきて、そのラーメン食べたんですよ。でラーメン食べて、その裏路地みたいな細い道でラーメン屋さん出たところで、ふとシンが撮ってくれた自分の写真がなんかめっちゃ好きで、なんかそういうことを撮ってくれる人だっていうイメージが頭にあって、で、これは今回ぴったりなんじゃないかなって思って、もう友達にしか出せない自分だったりっていうものをみんなに見てもらえるんじゃないかなと思って、10個ぐらいしてたんですけど、はい、カメラマンさんお願いしました。
なんか恥ずかしくなるかなって思ったんですよ、うん、やっぱちょっとなんて言うんだろう、まあ、写真カメラの前って俺作ろっちゃうイメージがあるから、うん、でも全然そんなことなくてすごいリラックスして、で写真やっぱその今回のフォトブックで撮影してきた写真をチェックしてたじゃないですか。でティンが撮ってくれた写真もやっぱこうね見てね見ていちいち見せてくれてたんですけど、それを見たらやっぱちょっとそりゃやっぱプロのカメラマンさんの方がなんか美しさだったりその光の芸術さだったりっていうのはやっぱすごいなって思ったけど、そのティンが撮った写真の自分の距離感がそのカメラとの距離感がすごいグッと縮まってるなと思ってて、それはやっぱまあ、ティンにしか出せない距離感でもあるし、また違う友達に頼んでもまた違うような形になったんじゃないかなと思ってやってよかったなと思います、はい、みんなマサとかって呼んでたんですけど、なんかそんな男マサって呼ぶほど男らしいかなあいつっていうなんか変ななんかイメージのあれがあって、もうちょっとなんか柔らかいイメージだったから、でもシンって結構鋭いじゃないですか、なんか音がシンシンって呼ぶと、だからティンにしました。全然広がらなかったけど、撮影が本当にもう多分どこのセクションも皆さん優秀でというかスムーズにいっていて、めちゃくちゃ巻いてるんですけど、次の撮影が今4時ぐらいですよね。そうです。4時で残るはあと1箇所4時間待たないといけないというぐらい現場がスムーズにいってることが、まあでも僕それが嬉しくて、やっぱなんか現場によってはねなかなか進行が難しかったりするけど、やっぱこう皆さんが僕がなんて言うんだろう、そうなるとやっぱちょっと僕も気使っちゃったり、あ大丈夫かな大丈夫かなとかっていうなんか空気になっちゃうと思うんですよ、なんか人の目ばっか気にして生きてるからでもそういうこともなく、なんか本当にリラックスした状態でなんかやりやすいことにしてくれたので、なんか多分最後の、場所もいい写真が撮れるんじゃないかなと思っております。そうですね、なんか前どっかのイベントでも言ったかもしれないんですけど、そもそも僕写真撮られるのあんま得意じゃなくて、なんかちょっとまあさすがにでももうお仕事なんで一応10年以上やってるし慣れてきたっていうのはありつつも、まあ苦手意識というか構えちゃうところがあったんですけど、でも本当今回なんか自分で見てもあいい写真だなっていう写真がいっぱいあったし、まあそんな苦手な人だからこそそんなポンポンなんだろう、じゃあ来年も出しましょう、その次の年も出しましょうっていうことにはならないとは思うので、この、まあ、30代になった赤澤徹の写真をぜひぜひ、まあ、いつ次見られるかもわからないと思うので、ぜひ楽しみにしていただいてお手に取っていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。バイ。